しみつと平野健介の割と本気です。この番組は脚本家渚しぶちとナレーター平野健介がものづくり表現について割と本気に語り合う番組です。はいどうも、はい、どうも割り本でございます。割り本でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。順風男女の平野健介です。はい、渚しぶちでございます。よろしくお願いいたします。7月の第4週ですね。4週でございます。今月は5回あるのかな、金曜日、ね、そうですね、金曜日5回ありますね。はい、あのね、はいはい、最近もね、うん、まあ前から言ってると思うけど、はい、ドラマがもともと大好き、うん、うんうん、好きですよね。で民放のドラマを、うんうん、まあ、結構いろいろ見てるんだけど、なんかね最近ね、うん、さらに俺ワウワウも入ってるんだけど、はい、ワウワウのドラマすげえ面白いなと思ってて。ワウワウドラマ、ワウワウオリジナルドラマね。あ、オリジナルのドラマですね。そう、結構前々から作ってるんだけど、はいはい、それがなんとなくなんか俺質もいいなと思って、なんか結構今ね見てる、今現在ね、はい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 、収録日現在で4種類ぐらい、めちゃめちゃ見てる。そうなの、ワウワウだけではいはい、はい、毎週見て、ま、でいいところが、はいはいはい、ワウワウのドラマはね別にあの10話とかなかったりするの、うんうん、なんか8話ぐらいとか7話ぐらいで終わったりもするから、うんうんうん、まあ、そういう意味でも見やすいっていうのはあるんだけど、結構ね面白くて、うん、あの漫画原作らしいんだけど、うん、一人で飲めるもんっていうの知ってる？漫画で。あ、はい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 、それ女の人が一人で飲んでる、はいはいはい、それも今ドラマ化されてて、はいはいはい、大政彩さんってすごい美人の女優さんが、はいはいはい、美人で頭脳明晰で、うん、めちゃめちゃ仕事できる、うん、そのキャリアウーマンみたいな役、はいはい、で実際そのいわゆる仕事もののドラマみたく、うん、なんか問題が起こっちゃ、うんうん、ビシッとその人の起点で解決するみたいなのが前段であるのよ、うんうん、あるんだけど、うんうん、あのじゃあうまくいったんでじゃあ飲み行きませんかとかってね、うん、下っ端に誘われるとごめんちょっと戦略があるのって去っていって、そうですよね、俺らなんかと飲まないよな、いいところで素敵な彼氏と飲んでんだろうなみたいにみんなが噂していると帰り、よしっつって絶対チェーン店で飲むっていうそうなの、たまらんね、はい、そうだから、ね、第1話、はい、天屋、第2話、うん、王将、第3話、はい、吉牛で、つい前の第4話だったんだけど、はい、第4話、花丸うどんだったで、本当に飲みながらなんかあの牛丼食べたりおでん食べたりするっていう。でもね、これが俺すごく好きで面白くて、うん、あのね、その前段の、はい、その何問題解決シーン、問題解決シーンなんて、はいはいはい、どうでもいいぐらい、うん、あの、うんうん、そのちっちゃいね、うんうん、チェーン店、しかも、はい、なんだろう、飲み屋でもないような、うん、チェーン店に行って、うんうんうん、必ずあのラバーガールのあの、うん、メガネの人が、あ、富永さんが、うん、はいはい、絶対お店にいて、店員ってことですか、うん、あのお客さんでいて通な食べ方をしてるの、そどの店でもラバがね、はいはいはい、店屋で、うん、ちょっと店屋第1話、うん、店屋だったら、店屋って天丼屋ですよ、ね、そうそうそう、飲めるんですね。そうなのよ。じゃあそこだと例えば、はい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 、あの主人公のね、大政彩ちゃんは、うん、天丼にビールとかで、はいはい、うん、うわー、たまんない、やっぱこれが最高とかって飲んでると、ハッと見ると、そのラバーガールさんが、はい、あの、舞茸の天ぷらと冷酒とかでいただいてたんですよ。で、それ見て、かっこいい、そんな頼み方ができるのって思って、あの人と同じものをつって頼んだりとか。一生やってられる。いや、ほんと何それ、そんなのがあってね、まあ、なるほど、面白いのよ。霊酒ある、確かに、うん、霊酒あるわ。そうなの、誰が飲むんだと思ってたけど、でも確かに天夜はすごい好きですね、うん、あ、本当、俺あんま行ったことなくて、まあもちろん行ったことあるっちゃあるけど、でもそれやっぱ天丼屋さんのイメージだもんね、うん、そうそうそう、だから本当ご飯食べて、でもどこ行ってもタイが本当に何でしょうね、あのチェーン店の、うん、まああるあるといえば、なんか店員がちょっとあの態度悪いみたいなのがあります、うんうんうん、なんか店員はないんですよね、クオリティ高い感じない、あんまり。大体あの50代ぐらいのパートのおばちゃんがバーンってこう全部センターをこう守ってるみたいな、どこ行ってもちゃんと美味しいみたいな、
イメージがあるんですけど、いやー、舞茸のみのみの、そうそう、舞茸ご飯丼じゃなくてってことですか。そう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 、天ぷら単品ってことね。くそ、揃ってそうとか、だからほんまあ王将は当然餃子、まあまあ王将はね、まあ飲めますよね。あとなんだっけな、でもいや結構ねそうそうそう、あ、そういう頼み方もできんだみたいな発見があって面白かったりするの。はあ、でもうすぐ真似したくなる、ね、なる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 、もうその今のところ4話の、はいはいはい、あのお店全部地元にあるからさ、もういつでも行けるなと最高です、ね、え、花丸うどんは どうするんですか。花丸うどんは普通に、まあ、はい、その回は、はい、その回はね、うん、ちょっと仕事で弱ってる回で、うん、ああちょっとさすとはいえ食らうんですね。そうそうそう、はい、あので、うん、落ち込んだ時には、うん、優しいうどんをって、うん、あの普通のかけうどんを、うん、だとビールを飲んでんだけど、その時は、うん、別のお客さんが、うん、野菜のかき揚げと、うん、なんだっけな、なんかの天ぷらを食べてて、うん、でそんな時ラバーガールは、うん、唐揚げを頼んでる。あるある、そう、あるの、ある、俺それ全然気づかなかったけど、はいはいはい、天ぷらだけかと思ったら唐揚げもあって、でなんか結構ね、だしで下味かなんかつけてるらしくて、その花丸うどんの唐揚げがうまいみたいなのがあったりだとか、あと、はいはいはい、最後おうどん食べ終わった後のこのだしも美味しくって、うん、そのだしだけで飲むんじゃなくって、うん、その後さらに半熟卵をオーダーして、うん、それをつゆで溶いたのを飲むとかすごいのよ、その店の楽しみ方が。で必ずごちそうさまっつって去っていく時に、うん、その日かかった金額が出るんだけど、はい、大体900円とかな、もう1000円かかんないぐらいなんだ。たまらんな、うん、なるほどね、ほんとね、そのドラマで、そのドラマでしょ、はいはいはい、そのドラマもはだまだ4話ぐらいだから、はいはいはい、しばらく続くんだけど、あ、これ楽しみですね。でもうそろそろ終わっちゃうやつで、はいはい、昔、はい、あの木村拓哉とかも学校でやってた、はいはいはい、あの華麗なる一族っていうね、山崎豊子原作のやつが、はいはいはい、今そのワウワウでもやってて、別キャストで、別、全然別キャストで、でもね、その木村拓のやつを実はあんま見てなかったから、うんうんうん、内容もそんなに知らないから、まあ、そういう意味では斬新というか新鮮に見れたんだけど、うんうんうん、すっごい面白くて、それも、うん、それはもうちょっと社会派というか、割となんだろうな、山崎豊子にありがちなその権力、うんうん、富みたいなのが割と渦巻くような、うんうん、もう巨大銀行の、うん、あの頭取が、うん、その別銀行を、うん、その乗っ取るというか、うん、買収するための策略をやっている、うん、一方で、うん、息子が、うん、その系列の鉄鋼会社か、うん、鉄鋼会社を、うん、営んでるというか専務かなんかなんだよね、うんうん、でそこに新しいその自分たちで高炉を作って、うん、っていう建設をしようと計画して、うん、その融資をお父さんにお願いしようとする、銀行家のお父さんに、うんね、お願いするんだけど、はいはいはい、全然融資を認めてくれない。おお、でなんかね、親子関係が全然うまくいってないのはなぜなのかがフラッシュバックでいろんなシーンが出て、あ、どうやらそういうことなのかみたいな、ちょっと驚々しいいろいろな出来事が実は絡んでいて、家族なんだけどそういうことで実はうまくいってないんだよみたいなのがあるドラマよね。で、まあまあそこも、まあ、ドロドロはしてるけど面白いところなんだけど、俺ね、そのキムタクのやつとかも見てない？いや、見てないですね。見てたらもしかしたら出てくるのかもしれないけど、うんうん、結構ドラマの中で当たり前に出てくる四字熟語があって、うん、最小同金っていう言葉がいっぱい出てくるの。最小同金、この四字熟語ご存知ですか？最小同金、うん、え、同金そう、あのね、同金の金ははっきりしてて俺説明できない、なんかすごい難しい感じ。なんかあー、いや、ないですね。どうです、これね、妻は妻、はい、奥さん、はいはいはい、妻ね、小は目かけ、お、うん、うんうん、で、銅は同じ、うん、で、金っていう字はどうやらお布団を意味する言葉らしいですね。あー、同金って、はい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 、なんか聞いたことある、はい、最小同金、はい、つまり奥さんと妾が同じ布団っていう漢字を書く。おお、すごいことですね。すごい言葉ですね。で、これをやたら頻繁に使うんだけど、うん、はいはい、どういうことかっていうと、そのドラマの中で、そのドラマの、その頭取、はい、その
万票家って言うんだけど、万票家のその主中井貴一の奥さんが麻生由美で当然一緒に暮らしている、その家に一緒に秘書として内田有紀が暮らしてるんだけど、これが愛人なわけよ。内田有紀が愛人、そうで同じ家に住んでるの。はあ、はい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 、っていう状態なのよ。わ、本妻とつまり愛人が同じ家に住んでる、うん、はいはいはい、っていう状態のことを妻小同金って言うんだけど、そんな言葉があるぐらい、そういうのってあることなんだ。確かに俺びっくりしていや、あのね、ドラマだからそういう設定にしたは分かるけど、それを表現する四字熟語がちゃんとあるってことは、意外とそんなことがかつてはあったのかと思って。すごいっすね、最小同金、うん、ちゃんとね辞書とかにも出てくるそのことが。マジっすか、まあ、だからなんか本当にだから大正とか、そうそうそう、それぐらいのもう、うんうん、あ、男はもう女をこうたくさんこう目かけがいて、いるぐらいがいてないだよ、ね、うん、みたいなことをっていう時代の言葉っていう言葉なんだろうね。はあ、わざわざ四字熟語そうそうそう、最小同金やばいな。久々に俺だって知らない四字熟語だなと思って調べちゃった。その時代の話ってことですか。でもね、一応昭和なんだよな。なるほどね、うん、まあ、昭和でもまあ初期だろうけど、うんうんうん、はい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 、いやそうなんですね、うんうん、いやなんかね、ちょっとそれでは別にな、何もない、平野家は何もないですけど、最初同金ではないんですけどいやなんかね、お母さんの、うん、実家がですね、うん、あの結構なんかお金持ちでして、の、創設者なんです。え、そうなんだ。そうそうそう、だからバカ金持ちなんです、うちのお母ちゃんの実家。おう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 、もうおじいちゃんいないですけど、おうおうおう、まあ、だから、そのうちひょっこり、隠し事があなんか出てくんじゃないかなって、なんかちょっとドキドキしてはいるんですけど。なるほどね、そういう時代のっていうことですよね。いやでも逆にある日さ、はいはい、さあ、はい、重役たちが平野くんのところに来てさ、はいはい、社長よろしくお願いしますって来るかもしれない全く何もない、実はこの遺言が見つかりましてみたいな。うわー怖い怖い、俺そういうことすぐ夢見ちゃう。どういうこと。いや夢見ちゃうってどっち。実はどっかの最小の息子で、俺、はい、うちの母方も、はい、まあ、そのレベルは全然違うけど、はいはい、あの一応うちの母も社長の、おじいちゃんが社長だった人で、はいはいはい、まあ、全然ちっちゃい会社なんだけど、はいはいはい、その会社自体はちっちゃい会社だけど、もともとそれこそあの戦争行ってたようなおじいちゃんだから、その戦友たちと作った会社っていうのが今一部上場とかになってる会社になってるんだってとかっていう話を聞いた日から、俺はもうずっといつか、あの佐藤さんの直系のお孫さんですかって重役が俺を訪ねた。なるほど、なるほど。 そうですけどちょっと実はどうしてもお願いしたいことがあります。なるほどね、みたいな日が来るんじゃないかって、はい、もう48年間待ち続けてる。なるほど。でこちらがあなたの言い名付けですけど、あ、ちょっとってさっき角でぶつかった人じゃなかった来ねえここには来ないなはい、お時間というわけでお時間でございますけれどもね、はい、たらまたまた来週なぎさわしぶちと平野健介の割と本気です。毎週土曜日、小説投稿サイト小説家になろうにて、なぎさわしぶちの連載小説が投稿されます。ぜひそちらもチェックしてみてください。